はい、どうもこんにちは。空が暗いですね。いよいよ守りレウスの森へ行ってですね、かつてアルトゥーラが住んでいた、生息していたとされる金属地、そちらをですね調査してみたいと思います。向かうのは守りレウスの森、主人公が序盤で行った場所ですね。あの丸印のところですね。まあ飛んだ方が早いのかな。はい、この辺ですね。着陸。ここにいるのね。ああ、怖い？俺だってちっともビビってなんかないぞ。私も怖くない。あなたたちと一緒なら行こう。はい、森へ到着いたしました。おっと、敵も若干なんか変わってるのかな。お、プケプケ。さあ、アルトゥーラどんなモンスターなんでしょうね。ちょっと怖いっすよね。ああ、誰あれ。何かいますね。アイルベアデスニャ。ちょっとここで一旦セーブですね。はい、セーブしてと。さて、あいつボスかな。なんだろう、あいつセルレギオスみたいな感じですね。いや違うか、ボスじゃないか。まだ先はありますもんね。お、近づいてきましたね。守りレウスの巣、準備はいいわね。行くぞ。って、まだちょっと遠いな、これ。この気配もしかして、もしかするよ。なんだよ。あ、なんかいる。守りレウス、戻って
たが守っていたレウスよ。立派に成長したわ。うん。レウスが必要だ。レウスが盾となれば大いなるものは完全に覚醒する。お前本気でこの世界が破滅してもいいと思っているのか。人を中心とした世界が終わりを迎えるだけだ。人間は儚く非力で何も成し得ることはできない。レドが亡くなった時にそれが分かった。この世界は終わりを迎える運命にある。私たちは新たな世界を受け入れるべきなのだ。人間は私たちより短命で儚い存在に違いないわ。だけど人間には絆の力がある。仲間やモンスター、ここにいない人たちの気持ちをつなぎながら人間は成長をしていく。それをこの子たちが証明してくれた。私は人間の力を信じるわ。お前にも聞こえるようだ。レドと同じならわかるだろう。新たな世界が始まると言っているんだよ。そのためにレウスは欲しがっているんだ。することは何もない。レウスが導いてくれる。なんだこれ、レウスと戦うのかな。すげえ悪そうなレウスですね。
行くぞ。ゼラード、邪魔をするな。あんなに苦しそうに破滅の力に飲まれそうになってるんだ。レウスを取り戻してやらないと。黒いレウスですね。さて、レウスと戦うのはちょっとね経験ないんですが、まあなんとかなるでしょう。レベル高いしね。わーすごい。あ、でもダメージはそんなで、ああそんなでもあったな。やばいやばいやばい。一旦ちょっと自分だけ回復してとね。はい、向こうも使ってきた。あーやばい、やられた。ゼラード、まさかね傷の技使ってくるとは。怖い。あー怖かったっすね。捧げよう。我が身もレウスも新たな世界を作るために。
私もその目覚めと共に。なぜ邪魔をする。死なせるものですか。その目でしっかり見なさい。あなたが否定しようとしている世界の姿を。耳を澄ませてよく聞きなさい。あなたに聞こえる声はモンスターの声なんかじゃない。新しい世界の始まりなんて言ってない。ただ生まれてようとしているだけ。これは産声よ。新しい世界を望んでいるのはモンスターじゃなくあなた自身よ。レドに会えたね。今度は私たちの番。はい、ではいよいよラスボス戦ですね。では今回はこの辺で動画終わりにしたいと思います。次回ですね、ついに最終決戦、最終回となる予定でございます。次回もよろしくお願いします。それからこの動画、高評価やチャンネル登録もぜひぜひお願いしたいです。それでは失礼いたします。